はい、どうも皆さんこんにちは、繁盛です。今回は動物の森ポケットキャンプというアプリをねやっていこうと思います。これずっと待ってました。もう動物の森はめっちゃ好きなので、いやこれほんと楽しみですね。早速やっていきましょう。タップして始める。なんかね、22日リリースなのになぜか今21日の4時52分やってます。トタケ家懐かしい。いや、動物の森ようこそ。突然だけど、今の君はどんな気分？一番近いのどれかな？あー、いや俺これね、自然に触れたい、遠く行きたい。いや、遠くに行きたい、俺。うん。そうそうそう、普段の生活から離れてみたくなった、うん。いつもとは違う自分として過ごしてみるのが楽しい。うん、そうだね。うん。出発する。またどこかで。いや懐かしい、トタケ系。なんかトタケ系ライブみたいなのありましたよね。あの地下でなんかフクロウの、フクロウだっけな、なんかコーヒー屋さんのところで俺めっちゃやってたわ。あなたの分身となるキャラクターを作ります。髪型顔色選んでください。髪型、俺男なんで。髪型はね、いやーなんか愛嬌ある感じがいいね。あ、俺やん。俺がいる。じゃあこれでいきます。で、目は、あー目どんなんだろう。俺こんなんかな。これね、ファンキーかお前。赤色ファンキー。目の色はねちょっと茶色っぽいね。目は茶色っぽく。茶色すぎる。なんかゲームだし、せっかくだし、かっこいい感じしよう。かっこよくないってか、これ。青統一とか？あ、かっこいい。なんか、スペクターみたいじゃない？サルゲッチの。これでオッケー。うん、いいよ。いいね、やっていこう。いや、楽しみだなぁ。うわ、マジで動物の森だ。え、すごい。アプリでこんなん配信しちゃっていいんすか？みんな待望ですからね、これ。はい。バスがある。あ、これでいつも降りてくんだよね。あー。歩いてみよう。プレイヤーはタップしたところに向かって歩き出します。タップしたまま指を動かすと、その位置に向かって歩き続けます。おう。話しかけたい人や気になるものがあったらタップしてみましょう。この初心者マニュアルは後からでも確認できるよ。優しい。じゃあ、まずは、ジズエさん。こんにちは、ようこそキャンプ場へ。管理人さん？多分。あ、管理人なの。お名前、はい。プレイヤーキャラクター、名前、性別、外見は他のプレイヤーに見られる可能性がありますので。なるほど。繁盛です、僕。はい。繁盛さんでよろしいですか？はい。合ってるよ。繁盛さん、今日からよろしくお願いします。いや、こちらこそ。しずえさん、ご案内させていただきしずえと言います。このキャンプ場はテントや持ち込み家具を自由に置いてのんびり過ごせる場所。あ、キャンプ場なの。うん。え、キャンプ場使っていいの？あ、ほんと？え、じゃあこれリスナーさんともできたりするんだな。え、任せて。やるやる。うん。家じゃないんだね。はい。あ、テーマか、キャンプ場の。俺、クールで行きたいな。クールで行きます。クールな感じで。お。なんか思ってたのと違う。え、これ何？クール。なんかこれクールなの？キャンプ場。これキャンプ場？これ本当に。なんかライブしない？他のにちょっと見てみますか。全部見てみますか。ナチュラル。あ、すげえいい。全然違う。え、こっちの方がいい。え？ナチュラルめちゃくちゃいいじゃん。ファンシーは？あー、かわいすぎる。俺こんなやったら惹かれるわ。スポーティーは？あ、待って、こっちも好きだわ。いや、こっちにします。スポーティーで。なるほど。そういうテーマがお好きなんですね。それじゃあ私、そのテーマに合った家具を、え、もう用意してくれんの？うん。家具を作る材料。はい。
レジャースポットに誰かがいると思うのでお手伝いをしてあげてください。きっとお礼に家具の材料をくれると思います。マジ？うん。わさわさの森に行ってみる。はい、マップ開いて、これか、わさわさの森。あ、もう行っていいんだ。オイラ森にいるぞ。一人じゃ暇だから誰か会いに来てくれよ。バクロさんが言ってるね。じゃ行こっか。もう読み込み中。いや、今の読めさせて。お願い叶えよう。頼み事がしたい動物がいるみたい。話しかけてどんなお願いなのか聞いてみよう。はい。お願いを叶えるとお礼をくれるよ。何度もお願いを叶えて仲良くなると何かいいことが起きるかも。時間が経つと動物たち入れ替わってしまうから、早めにお願いを叶えよう。はい。じゃあ、つばくろさんから。おーす！オイラたち、はじめましてだよな。オイラはつばくろ。なになに？繁盛って名前なんだな。あは、よろしくな。何笑っとんねん。繁盛いい名前でしょ。もう、とろ。でさ、繁盛はここに何しに来たんだ？オイラはフルーツを取るためにここに来てるんだ。ベオマス。うん。ベオマスみたいなね。何か手伝う？手伝ってくれんのか？お前優しいんだな。リンゴを持ってけばいい。オッケー。あ、好感度が上がったのかな？フルーツの鳴っている木をタップして揺らしてみよう。フルーツが地面に落ちたらタップで拾うことができるよ。オッケー。やめとく。あ、ここなに行動範囲みたいなのがあんのかな？リンゴどこ？あった！桃だけどこれ。まあ、桃でも一応やったか。あ、やっぱいっぱい持っといた方がいいよね、これ。よっしゃー。何これ、2時間59分って。あ、復活するのに時間があるのかな？さくらんぼもある。愛し合う、二人。あ、リンゴがある。よかった。これ探索は後でもいいのかな？先にリンゴ渡しちゃうかね。はい、リンゴ持ってきたよ。うん。これどうぞ。あげる。どうぞー。お、サンキュー。お願いクリア。オッケー。普通に面白い。お、ベール100とふわふわの元。お、これで何かを作れるのかな。あ、お前のおかげ助かったよ。はっ、俺に渡したふわふわの元は家具を作るための材料だぞ。うん、家具は改造に頼むといい感じで作ってくれるんだ。改造。あのさ、追加でもう一つお願い聞いてくれないか。さくらんぼ、桃、オレンジが一つずつ。バタ。言ってくるね。あと俺、桃、さくらんぼ、これかな？オレンジ。うん、これさえあれば OK かな。さあ、拾っちゃって。持ってきたよー。仕事早いでしょ。うん。これどうぞ。あげる。はい。お、サンキュー。すげえうまそうなフルーツだな。オイラもう我慢できないぞ。おい、繁盛、お前も一緒に行こうぜ。マジ？優しい。かわいいな。取ってきたフルーツをツバクロと一緒に食べた。新鮮天然丸かじり。お願いクリア。お礼にした。うわ、300、ふわふわの素めっちゃくれる。おまけもらったし。ラッキー。本当にありがとな。お、ハートがレベル2になった。仲良しプレゼント。お、ポーティーの元もくれた。ありがとう。もぐもぐの元もくれたね。旅ってこういう出会いがあるから面白いんだよな。これからも仲良くしてくれよ。そうそう、キャンプ場戻ろうかな。ありがとう、つばくろ。虫取りはタイミングが大事。おう、帰ってくるの早いな。しずえさん、どうも。繁盛さん、お帰りなさい。お待たせしてしまいましたが、準備が整いました。ねずっちです。素晴らしい感じ。家具は海蔵さんとリサさんにお願いして持ってきてもらったんです。あっちにいるんだね。めちゃくちゃいい感じやん。お二人はご夫婦で、家具のクラフト工房 R パーカーズを営んでらっしゃる。ほう。どうぞよろしくね。あ、この人服作ってなかったっけ？あら、あなた、家具を作る材料持ってるのね。ねえ、ダーリン。何か作ってあげたらどう？おっしゃ、じゃあ作ってやるか。うちの店のクラフトカタログの中から好きな家具を選んでくれ。お、クラフト。
あ、なんか作れそう。ストライプなソファー。へえ。なんかこれバーベキューとかにあるやつだね。どうする。ほんじゃ作ってくるぜ。楽しみに待っててくれよな。さすがは改造さん。早速車の中で家具を作ってくれるみたいですね。では完成までに時間はかかるんですが、リーフチケットを使うことで超特急で作業してもらえるんですよ。ということは課金アイテムですね。私のリーフチケットをお渡ししますので、ええー、ありがとう、しずえさん。クラフト、これかな。ここをタッチしてチケットを使う。ほう、1分待てばいいだけだったのに、もったいない。完成した。ありがとう。よっしゃー、完成したぜ。おー、一周させてみよう。後ろどんなの。おー、ちゃんと支え待って、リアル。どうだ、いい感じだろ。うん、大事にしてくれよな。じゃあしずちゃん、私たちはそろそろ帰るわね。三条さん、また家具を作りたくなったらクラフトから注文してちょうだいね。はい、わかりました。これから電話一本でどこからでも注文できる。すごいね。需要しかないね、君たち。テントみたいな大きなものを作りたいときも、クラフトから注文してちょうだい。じゃあまたね。テントも作れるのか。あの材料からこんな素敵な家具が作れるなんて、海蔵さんはすごい職人さんですね。はい。その家具、今のキャンプ場に似合うかも。ねえ。だってこれとかストライプだし。キャンプ場や車の中で模様替えボタンを押すと模様替えモードになります。ほう、家具を置くを押して置きたい家具を選びましょう。ほんほんほん。置いた家具をタップしたまま画面をスワイプすると移動、短いタップで回転します。へえ。家具をしまいたいときはしまうボタンを押して家具をタップしてね。はい、わかりました。これだね。で、家具を置く。これか。置く。おわお。終わる。今の状態を保存する。うん。ゴールに置いちゃったけど。わあ、ぴったりはまりましたね。あ、肝心なこと忘れてました。テントの設置がまだでした。はじめのテントを置いてみてもらえますか。テント。ほう。これか。オブジェ置く。テントレベル1。置く。よさげ。なんか、エジプトとかにありそう。うん。どう、しずえちゃん。これで格段に素敵なキャンプ場になりましたね。うん。誰か気に入ってくれるかな、これね。お、正体？動物。あ、つばくろくん。正体 OK。おいで。つばくろくん、来た。あ、笑ってる。あ、ストライプのソファーに座ってる。寝ちゃったよ。かわいいな、こいつ。目つぶったら青色なんだな。過ごしやすくていいキャンプ場だな。やるな、繁盛。やったぜ。成し遂げたぞ。バクロがキャンプ場に遊びに来るようになったよ。あ、毎回来るんや。おお。皆さんがこうやってキャンプ場に集まってくると賑やかになっていて、とても楽しくなっちゃいますね。うん、最高。やったぜ。やりましたね。繁盛さんのおかげでゲストの方が来てくれました。やったー。この調子でたくさんの方が集まる素敵なキャンプ場を目指してくださいね。頑張ります。いや、ありがとうございます。これは私からのプレゼントです。さあ、何これ、アウトドア初心者セット。え、めっちゃくれる。あ、すごい、しずえさん、しずえ様、めっちゃくれる。ありがとう。アウトドア初心者セットです。この地域にいくつかのレジャースポットがありますので、この後回ってみてくださいね。先ほどお渡しした初心者セットがきっと役に立ちますよ。おう。では私はそろそろ失礼いたします。
普段は木漏れ日広場にいるので、いろいろな場所を回った後でいらしてくださいね。はい、ありがとう。バイバイ。ありがとう。やべえ、めっちゃカタログ増えてる。めっちゃおしゃれだ。この木のやつが欲しい。苗木か。行ける場所が増えました。めっちゃ増えてる、めっちゃ増えてる。すげえ楽しくなってきた。お、じゃあここで一回パート1は切りますか。また次のパートでお会いしましょう。